今週もプレンコの3人はステージ前楽屋にやってきた師匠たちからアイドルに必要なことを勉強させてもらうことにしました。本日ステージを控えている師匠は先週に引き続きスマイレージの中西かなさんと竹内あかりさん。スマイレージは2009年4月に結成された6人組のアイドルユニット。先日15枚目となるシングル A かも発売され、今最も目が離せないグループです。そんなお二人に教わる今週のテーマは、せーの、お正月だよスマイレージスペシャルパート2。スマイレージです。中西かなです。竹内あかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スマイレージの中西かな師匠、竹内あかり師匠、はい、今週も引き続き来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。もうすっかりかなな師匠とたけちゃん師匠で、はい、定着してるので、はいはい、今週もそう呼ばせてください。ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はお正月だよスマイレージスペシャルパート2ということなんですが、師匠にいくつか質問がありますので答えてください。はい、はい、では私メイコから師匠たちに質問です。2014年が始まって1週間が経ちましたが、今年こそはここを直したいというところはありますか？またお互いにここを直してほしいというところはありますか？私は竹内あかりはですね、話すのが苦手なんですよ。本当話すのが苦手というか、おしゃべりするのは大好きなんですけど、うん、話をまとめるのが苦手で、うん、よく何を喋ってるかわからなくなって、もうごちゃごちゃになって、うん、ライブの感想とかはいつも言えない状態なので、今年こそはきちんと話をまとめられるように、毎回毎回話をまとめられるようになりたいなと思います。すごいまとまってましたよ。まとまってましたね。なんでですか、なんかライブになるとまとまらなくなっちゃうんですよ。そこがちょっと不思議なんですけど。それくらい高まってるってことですかね。うん、そうですね。高まりすぎて、テンパりすぎて、残念みたいな感じになっちゃうんですよね。はい。かなな師匠は？はい。私はですね、そうですね。でも、いつも楽屋とかで話してるとだんだん声がめっちゃでかくなってきて、自分では気づいてない間にもうすっごいうるさくなっちゃうので、そこをなんか自分で歯止めが効くようになりたいなって思います。声のボリュームが大きくなる、ボリュームがだんだん大きくなって、でいつもそこまで大きい声出しちゃダメって言われてるんですけど、自分では気をつけてるつもりでもだんだん声がボリュームアップしちゃうんですよ。はい。大阪出身のカナナン師匠、カナナン師匠から見て東京のいいところ、はい、悪いところはありますか？そうですね、でももう東京に来て2年くらいになるんですけど、はい、悪いところって言ったら見当たらないんですけど、いいところはたくさんあって、やっぱりお店の数が多いところなんか住みやすいなって、はい、思うし、あとはなんか前まで東京に来るの来たことがなかったんですよ、2年前まで、はい、東京に遊びに来たこともなかったし、でもなんか東京のイメージはなんか冷たい人なのかなって、みんながなんか大阪はイエーイって道端で言ったら向こうがイエーイって言ってくれたりとかモノマネしてって言ったらしてくれたりとか、すごい大阪の方は温かいので、なんか東京の人ってそういうノリとかやってくれないんじゃないかなっていう風に思ってたら、東京の人も案外話しかけると話しかけてくれたり、東京ってたくさん外国の方がいて、外国の方にストロベリーって言ったら、おーストロベリーとか言ってくれたりとか。何やってんの？何やってんの？なんか大阪と東京ってなんかあんまり違いがないっていうか、いい意味で違いがなくって、すごくあったかい場所だなって思うので、なんかもっともっと東京のいいところを知っていきたいなってこれから思います。もっといろんな人に話しかけたいなって思います。もうなんか最後すごいいいこと言ってたけど、ストロベリーしかも頭に入ってこない。ストロベリーは強烈でしたね。外国人さんの適応能力が半端なかったりしてました。ストロベリー、オーストロベリーノリの良さ。それでは最後にお二人が思うアイドルにとって必要なものって何ですか？私はやっぱ笑顔と元気ですかね。やっぱなんか自分も
やっぱその他のアイドルの方とか見るとやっぱ笑っててすごい元気な方っていいなって思うので、そういう人になれたらいいなって思います。なんで笑ったんですか。まとまってた。よかったです、よかったです。カナナ師匠は、はい、私はやる気だと思います。やる気さえあれば何でもできると思います。なんかやっぱりやりたいっていう気持ちだけあれば、なんかそういう気持ちってすごいパワーじゃないですか。すごいパワーを持ってるから、はい、なれるんじゃないかなって思います。おー、はい、そうだよね。コミュニケーション取りたいって言って、はい、なかなか道端の人に話しかけられないですもん。そうですか。コミュ障直そうと思ってもどう頑張っても話しかけられないですもん、ね、なんかもう自然と話しかけたいって思った瞬間に言ってるんですよ、体が。一人の時も話しかけます。一人の時も話しかけます。ストロベリーの時は一人でした、ストロベリー。ちょっと今日帰り道誰か一人話しかけてください。ストロベリー言いに行こうね。あー怖いですね。罰ゲームみたい。見習って。そうだね。それではここで師匠たちに絶賛発売中の私たちの新曲を聴いていただきます。今週も感想よろしくお願いします。おとそ気分で聴いてください。おとそはちょっと遅いかな。それでは聴いてください。フレンコで、せーの、夢と愛。フレンコの新曲夢と愛聴いていただきました。で、もう時間のようです。マイレージの中西かな師匠、竹内あかり師匠、もうすぐステージで出番なんですが、発表予定のお知らせとかありますか？はい、スマイレージが12月18日に発売したニューシングル、かといいやつが絶賛発売中でーす。そして、毎年恒例のハロープロジェクトのコンサートがあるんですけども、ハロープロジェクト2014ウィンター、ゴイスモードとデーハーミックスという2パターンのコンサートがあるんですけど、もう1月2日から始まってまして、2月16日までやってるので、お時間ある方はぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。はい、そして、スマイレージの春ツアーが決定しまして、スマイレージライブツアー2014春、スマイルチャージという単独ツアーが決定したんですけど、1月23日から5月25日まで全国たくさん回るので、お時間があったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。イエーイ、ストロベリー、はい、ストロベリーそれでは最後に曲をお送りしながらステージに向かっていただきたいのですが、はい、何の曲にしましょうか。はい、12月18日に発売したかといいやつ両 A 面シングルのいいやつの方を聴いていただきたいと思うんですけど、こちらの曲はすごい大人っぽい曲で、スマイレージは今までに何曲かかっこいい曲とか歌わせてもらってたんですけど、また新しいジャンルにチャレンジした、また新しい大人っぽい曲だと思うので、新しいスマイレージを聴いていただけたらいいなと思います。というわけで、スマイレージのカナナン師匠こと中西かな師匠、はい、タケちゃん師匠こと竹内あかり師匠、はい、せーの、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に一言で締めさせていただきたいなと思います、はい、せーの、ストロベリー。